ブダペスト世界陸上は27日、日本時間28日、女子 4×400m リレー決勝が行われ、オランダが3分20秒72で初優勝。初日の混合 4×400m リレー決勝、ラスト 5m で転倒し、金メダルを逃したアンカーのフェムケボルがラスト 5m で大逆転を演じた。まさに筋書きのないドラマで大会最終種目を締めくくり、 世界陸連や世界の陸上ファンから超劇的だ。史上最高のフィナーレ、と賞賛が降り注いだ。動画、超劇的だ。史上最高のフィナーレ、世界の陸上ファン絶賛。オランダがラスト5メートルで大逆転したレース映像最後の最後に大逆転が待っていた。オランダは3番手でアンカーのボールへ。1位ジャマイカとは7、8メートルの差があり、バックスストレートでもなかなか差が縮まらない。 しかし、4コーナーを回って直線に入ると、ボルが脅威のラストスパート。2位イギリスを抜くと、ゴール寸前で1位ジャマイカを逆転し、ゴールに飛び込んだ。信じられない結末に会場は大歓声が沸き起こった。大会初日の19日、同20日には、混合 4×400 メートルリレー決勝のアンカーで先頭を走りながらラスト5メートルで点灯。 すぐに起き上がって3番手でゴールしたが、落としたバトンがゴールラインを超え、まさかの失格となった。そんな悲劇を演じたボルが大会最終日の最終種目でこれ以上ないドラマを起こし、ブダペスト世界陸上を締めくくった。世界陸連公式 X、旧ツイッター、は、女子 4×100 メートルリレーのアンカーでフェムケボルが見せた信じられない走りが頭から離れない。と題して、 大逆転が起きた直線の映像を投稿。これには世界の陸上ファンから、驚異的だ、信じられないスピードの持続力だ、なんて結末だ、スーパースターだね、超劇的だ。リベンジだ、史上最高のエンディングだよ、鳥肌ものだ、の声が上がった。レース後、本人は、転倒で、最後の数メートルに自信を持つのが少し難しかったけど、昨日の結果、同種目予選。 がすでに助けてくれた。今日は最後の数メートルを走り抜けられる、バランスを保てると思えた。アメージングなことね、と振り返った。勝利を確信したのは、フィニッシュラインを切った時よ、と笑いを誘うコメントも。いつも最後まで走り続けなければいけないわ。どんなことでも起こり得るから、と語った。劇的な結末を迎えた世界陸上。来年はパリ五輪が行われ、 2025年に東京世界陸上が開催される。